それでは、自然言語理言語処理研究室の多田が、こちらの文献について紹介させていただきます。まずアブストラクトとして、文章分類をする際の、学習 と、分類の話なんですが、これまでの、この文章でトラディショナルな、スーパーバイズドラーニングは、テストの際に、もう答えがあるもの、分類先があるものを学習しているというような話がありまして、それに際して、そのもし分類にされる分類するべきでないものが来た場合にどうするかというものについての、アプローチをしたという文献です。で、この、文献では、ディープラーニング CNN の、新しいアプローチを、提案して、既存の、ものより、いい結果が得られたというものになります。インアクションとして先ほどのアブストラクトでも触れたのですが、まず、これまでの機械学習は、答えがあるものを学習してそれについて答えがある前提でやっているっていうものが、というような指摘がされています。でこれが、クローズド、ワールドの過程ですね。で、もし、理想的にはもし、分類するべきものでないものが来たら、分類できないっていうのが分かるといいよねっていうのがこちらの2番目の、文献で、指摘された内容になります。で、この文献、この研究では、こちらのものに対しての、対処というか、アプローチになります。でこちらが、使用している、EOC、こちらの研究の、CNN のアーキテクチャです。ファーストレイヤーで、ワードのエンベディングをして、セカンドレイヤーで、コンボリューショナルオーバーザベクターイジングディファレントフィルターベクターサイズですね、パフォームコンボリューションを行います、のパフォームを行います。で、こちらで、すいません、ちょっと小さくて見えない、すいません失礼しました。サードレイヤーで、マックスオーバータイムプーリングレイヤーで、最大値を選択していきます。でこれと同時に、こちらにある、M 次元の、絵の対象として、H、ベクターあーすいません H の A 値を下げていく、リデュース H ですね、すみません、あれこれ抜けてる、次に、1VS レストレイヤーオブ、DOC、 こちらのアプローチですねについて、触れます。この 1VS レストレイヤーを、ビルドして、M の基地の、クラスの、M シグモイドファンクションで、のレイヤーを作っていきます。で、こちらで、Y が Li となるものは、ポジティブな例として、ノットイコールとなるものはネガティブな例としていきます。でロスは、このような式になりまして、下の、すいません、Y がちょっとちっちゃくなってるんですが、Y ハットは、クラシフィケーションと、リジェクションを行っていきます。で、こちらが、先ほど触れた、シグモイド、ファンクションでの、分類になります。で最初に、
各クラスの、全てのトレーニングデータの、P を、仮定していきます。次に、標準偏差を使って、既存のポイントと、存在するポイントと、ないもの新しいポイントを作っていきます。でこちらで、標準偏差が、外れてしまうようなことがあった場合、外れ値について、考慮していきます。でこちらの、式位置に使っている、値の TI っていうのは、一番下の式で、計算していきます。こちらこれらを、用いて実験を行う上で使用するデータセットは、こちらの2つになります。それぞれ、線ドキュメントと、線レビューをで、各詳細はこのようになっています。で、テストの、設定と評価方法ですね。でこちら、先行研究である、こちらの論文に沿った形で、比較をしていきます。設定をして比較をしていきます。で、すいません、こちらに書いている形になってしまうんですが、ランダムに 60% のドキュメントをトレーニングに使って 10% バリデーション、 30% はテストに使っていきます。で、値、比較する値は、マクロ F 値で行っていきます。でこちら比較する、ベースラインなんですけども、このように、なっています。で真ん中のは、イメージクラシフィケーションに用いられる手法だそうです。で一番下は、今回の、ドックというアプローチの、T 先ほど の, 式位置を決める値なんですけども、それを、計算しないでも固定でやった値になります。でハイパーパラメータの、セッティングは、Google ニュースで、プレトレーニングした、ワードベクターを使います。で CNN レイヤー の、フィルターサイズは、各フィルターサイズで150フィルターを適用して3つのサイズで行っていきます。こちら実験結果です。DOC は比較したこれまでの既存の手法と比べて、マクラフのスコアで、いい値が、出ました。で、こちら、基地の、データの割合、基地のクラスの割合なんですけども、 100% が、これまで学習分類するものを最初に説明させていただいた、分類先は、もうすでにあるっていうものですねに関しても、っていう例のもとの、テストといいますか、スコアでも、過去のものよりいい値が得られたということです。で同様に先ほどの、式位置の、値になる、T を 0.5 に固定したものに関しても、いいスコアが得られたということとのことです。でただ DOC、こちらは、なんですけども、リコールを
あ、フレッシュに上げるためにまあリコールが犠牲になる、リコール上げるために、T が 0.5 のものですに関しては、リコールを上げるために、プレッシュが、犠牲となるというトレードオフの関係というになっているということでした。結果としたコンクルージョンですね、結果としましてこの論文では、新しい、CNN を用いた文書分類のアプローチを行って、既存の、ステートオブジャートの、手法を、超える結果が得られたということでした。で、こちらの、クラシフィケーションのアプローチは、彼らは、画像の分類にも使えるのではないかということを、という考えを述べていました。以上で発表を終わります。